東京商工会議所が実施する3学校連携相談窓口事業概要についてご紹介いたします。東京商工会議所では企業の課題解決に向け大学や公的機関の持つ研究能力や知見相談機能を広く活用できるよう大学研究機関との橋渡しを無料で実施しています。新製品新サービス開発 既存製品の機能、性能評価に関するご相談や、マーケティング、デザインなどの知見を活用したいといった様々なご相談をいただいております。大学や研究機関の知見を活用し、課題解決に取り組みたい企業を対象として、企業規模や業種問わずご利用いただけます。本事業の4つの特徴をご紹介します。1点目は、 東京商工会議所が連携する研究機関への問い合わせが一度にできるため、企業が個別に大学や研究機関に直接問い合わせる手間が省略できる点です。2点目は、各機関の対応可否が迅速に得られる点です。3点目は、ご希望に応じ助成金や融資の活用など、 東京商工会議所の経営相談支援も合わせてご利用いただける点です。最後にご相談から研究機関の先生との橋渡しまで無料でご利用いただけます。ご利用ご相談の流れをご紹介いたします。まず、現状の課題や相談内容を相談シートにまとめます。相談内容確定後、相談シートを東京商工会議所から 連携研究機関にに一斉に展開します研究機関から対応可能、面談希望の回答があれば、東京商工会議所が橋渡しをして、研究機関との面談に進みます。研究内容や費用などの条件を踏まえ、連携する研究機関を決定し、連携開始となります。本事業では、これまで200を超える相談を受け付け、 研究機関から700を超える対応可能や面談希望の回答をいただいております。実際に共同研究などに進展したケースは全相談件数の3割を超えています。活用事例などは本事業のホームページを合わせてご参照ください。相談予約やお問い合わせについては東京商工会議所中小企業部までお気軽にご連絡ください。 東京商工会議所は企業の課題解決に向けた取り組みを引き続きサポートしてまいります。